このディスクでは、1で、少し体を動かしてストレッチして伸びるようになった体を実際に、ニョキニョキする動きにつなげていく意識づけのエクササイズをしていきます。股関節というのは、まあ、できれば運動中は前後じゃなくて上下に使えるようになりたいです。で、姿勢が悪くてこういう姿勢だと股関節は上下に使えないので、地面を蹴って前後に動くような形になってしまうんですが、上下に使えるようになると適切に地面を踏めるようになるのでスムーズに動き出せることができます。そうするとこういう上半身のこういう動きも出てきて、より躍動感のあるというかしなやかな動きができるので、そういったものを今から紹介していきます。そうそう、こういう感じの動きを出していきたいんですが、まあ、なかなか彼はまあできる方なんですけども、最初できない子は全然上半身と下半身が連動しない感じになってきたりしてしまうので、一回足持ってもらっていいですか。で、最初じゃあ右側からいきましょう。右の脇の下を伸ばすときに右足引いてください。そうすると自然とここが伸びてきてこっちが縮んできます。で、手を下にで、気をつけになりすぎると多分できないから少し隙間作ってこう、このままで足踏み行きましょう。どうぞ。お、いいよ、愛ちゃん、いい感じ。お、前見て、腕を頑張って、前見て、背中も回ってもできない。そう、ちょっとこっち、そう、このまま行け。そう、もう一回行くよ、もう一回、ごめん。手をこういう引く。そう、引く、前、下、引く。あんま前にやりすぎるとこうやりづらいから手下でいいよ。手下で、なんかあのくじ引きピッて感じ、なんかさあるじゃん、こう箱になんか入ってると思って、あーみたいな、こうは見ないでしょ、こういう感じ、パッて引くだけ。いきましょう。で、よくあるんですけど、続けて、こういう感じでつま先が前に向いてしまってるのはもう足に力が入っている証拠だから、これ膝持って、みんな持ち上げて。つま先ってさ勝手に落ちません？でも力入れたらこうなる。力入ってる時しかつま先前向かないはずだから、足がこうやって上げようとしてる証拠なので、一回リラックス、ジャンプして、このままお尻だけ持ち上げる感じ。そうすると自然と膝は曲がって、こうやって足を上げるのと、例えば丸まりながら足上げてみて、上げるときにこう丸まりながら、丸まって伸びる、ちょっと丸まって伸びるっていう風にやってもらうと、見てわかるように上半身と連動した方が大きく可動域というかが出せるようになるはずですし、運動中にこっちを固定したまま動かすなんてことは多分スポーツの中ではないと思います。なので、そういったところを出しつつっていうところと、あとは移動しながら行うので、いちいち動作をぶつ切りにしたくなくて、そこに移動してったらもう次の動きが勝手に連動するっていうようなことを意識づけるためにやっています。で、息を吸うと体が立ちます。で、ふーって吐くとリラックスできるんですけど、この上半身の動きをうまく呼吸と合わせて使うと減速がすごくしやすくなります。で、前作でも紹介したんですが、伸びてブレーキをかけたいです。車でいうとエンジンブレーキですし、バイクでいうとスロットル離せばスピードが止まれます。自転車だったらペダルを漕ぐのをやめたら自然と減速ができると思います。それをせずに毎回ブレーキをかけ続けると、例えば自転車だったら壊れてしまいますし、車だったら壊れてしまうと思うんですけれども、人間も走って止まってっていうことを繰り返していると、まあ、怪我につながりますし、繰り返しやってるとどうしても足が止まってしまったりっていうことが起きたりするので、そういったエンジンブレーキみたいなのも人間の体には備え付けられているので、そういったところをまず紹介していきたいなと思います。止まりきる瞬間は息を止めて吸ってしまうと、この勢いを殺せずに止まれなくておっとってなってしまいますし、吐いてしまうと体が丸まってしまうので、この前の勢いを殺せずに止まりづらくなってしまうので、まず走っていってと息を吸って、今こっちが出てるベクトルを動くと、やっぱ慣性の法則っていうのが働くので、このベクトルを打ち消せないでグーってやろうとすると
まあ、膝で受け止めなくてはいけなくなってしまって、これでこのまま動こうとしたら、まあ、大きな膝の怪我だったり、それつながってしまうので、まずこの引っ張りの動きを打ち消したいです。で、止まるときは内側から止まるっていうのを以前紹介したと思います。このまま、危ない、こっち側のベクトルが出てると、怪我、今危なかったですね。怪我をしてしまったりすることがあるので、止まりたいなと思ったら、反対側を意識すると自然に止まれます。で、その意識をまず持ってないと、全体重をこっちで受け止めなきゃいけなくなってしまって、後から体が来て、まあ、止まらないですし、遅れますし、怪我のリスクも高いので、まず、